それにこの格好は、君は一体。もう親友の名前を忘れるなんて。私は学院の模範生にして優等生かつ秀才のデフィーナウィッチ。たまに異性として意識してドキドキしてしまうあなたの一番の友達じゃないですか。すごく具体的。あ、頭が。ナイトメアスクールライフ。起きてってば。もうようやく起きた。授業中に眠りなんてバレたら大変ですよ。授業中、先生。ここは、それにこの格好は。まだ寝ぼけてるんですか。今は魔法見学。ケンとエンちゃんとの親和性について講義中。ああそうだったね。ごめんごめん。ん？ほら寝癖ついてますよ。はい、これでもう大丈夫。ありがとう。あれ？ここは魔法学院で、僕は魔法学院の生徒で、もう何年もやってて。うん。何もおかしくない。なのに、なんだこの違和感。あ、教科書を持って早く。え？私の授業で居眠りなど随分と挑戦的と見える。それほど私の剣を味わってみたいかね。ごめんなさい先生。あれ先生、まだ寝ぼけてるんですか。ごめんなさいファイルズ先生。ベスったら昨日は夜更かしをしてしまったようで。ベス、アイルズ、ちょっと待って。僕と君は誰だっけ。もう親友の名前を忘れるなんて。私は学院の模範生にして優等生かつ秀才のデフィーナ・ウィッチ。たまに異性として意識してドキドキしてしまうあなたの一番の友達じゃないですか。すごく具体的。あ、頭が。あ、そうだ、僕はベックス・クラウス、愛称はベス。由緒正しい魔法学院の生徒じゃないか。そして目の前にいるこの人はアイルズ・ナバール。気に入らない生徒は剣で体罰を与えるすごい怖い先生。
茶番は終わったかね。ならベス、見学の教科書ではなく魔導の基礎127項を読みなさい。は、はい。魔法とは本人の資質に根ざす先天性のものと、努力によって新しく芽生える後天性のものがあり。そこまで。え、まだ読み終わってませんけど。魔法は先天性、つまり才能こそが全て。努力で掴み取った魔法などジャガマル君に至れないただの不可思議もに等しい。何を言ってるのかわからない。ベス、君のような凡人にはわからないだろうが、生まれ持って魔法を持つ純種こそ至高。その純種である私の高尚な授業を妨害するような輩は切られて叱るべきではないかね。なんかいろいろ飛躍してるような気がするけど、ごめんなさい、許してください。先生、それは違います。え、たとえ純種でなかったとしても、真の魔法とは人を思う心。どんな素晴らしい才能でも心が伴わなければ下道になり下がる。ベスはとても優しくて思いやりのある人です。私は彼より正しい魔法使いを知らない。その侮辱取り消してください。レフィーナさん、嬉しい、すごい嬉しいのに、なんだろう、いつもと逆。いや、逆っていうのも変なんだけど。いい友人を持ったようだな、ベス。私の負けということにしよう。本日の授業はここまで。来週の予習は忘れないように。あと、ベスとレフィーナは宿題5倍で。しっかり根に持ってる。レフィーナさん、さっきはありがとうございます。あんな風にバカにされたら怒って当然です。ベスも言い返した方がいいですよ。なんだかアイルズ先生に逆らうことはできなくて、逆らったらなぜか膝枕をされてしまうような気が。何を言ってるんですか。それよりさっきから堅苦しいです。いつもみたいにレフィーって呼んでくださいよ。レフィー。そうそう、それでこそ仲良しの私たちです。いつもこんな風なら可愛いのにな。いつも。レフィーはいつだって可愛いじゃないか。なのに僕は何を言って。ねえレフィー。なに、ペス。また宿題を移させてほしいんですか。ペスだから特別ですよ。ありがとう。そうだ、これがレフィーじゃないか。こんな僕にも優しく接してくれる可愛い女の子。アイルズ先生みたいに厳しい人はいるけど、この子だけは僕を。なのに、なんだこの感覚。あれ、君は。どうしたの、こんなところで。早く外に出ろ。上を目指せ。え？創造主は待っている。故に上だ。上しかない。上なのだ。待って、何を言って。ベス？ああ、いや、この子が変なことを。どの子ですか？え？あれ、いない。そんな、さっきまでここにいたんだけど。学校に住み着いている妖精のいたずらかもしれませんね。そうなのかな。それにしては何か。いけない、早くしないと次の授業です。このままじゃ間に合いません。
近道を使いましょう。こんな便利な近道があったんだ。もっと早く教えてくれればよかったのに。ここは出るんです。出るってまさか幽霊とか？あ、いえ、虫です。虫？今情けないとかかっこ悪いとかそういう風に思いましたね。そんなこと思ってないよ。大丈夫、レフィは僕が守るから安心して。です。それに虫くらいモンスターじゃないんだから。でっか。あれはまだ小さい方です。嘘でしょ。よく台所とかに出てくるあれがこんなに大きくて標準以下って嘘でしょ。ベス、もう授業が始まっちゃいます。早く行かないと。なんだったこの格好。ズルゾ、我が英雄日誌。その方向、ここでついえると知れ。お、来るのか。計画に狂いはある。続きを答えてくれ。存分に暴れるとしよう。あまり期待はしないだろう。教室に移動するだけでも命がけなんて、いろんな意味ですごい魔法学院。ベス、大丈夫？ごめんね、私かばってもらってばっかりで。大丈夫。男は女の子を守らなきゃダメだっておじいちゃんが。おじいちゃんって誰？さっきから僕は何なんだ。でも忘れちゃいけないことが確かに。いやあ、二人とも今日も仲がいいみたいだね。あれ、リリー、今日は遅刻しなかったのね。リリー？なんだよ、よそよそしいな、ベス。リリカルサマンサは君の一番の親友だな。熱い男の友情を何度も確かめ合ったじゃないか。男？なんだい？何がおかしいんだ？ミミはベル様の大事なパートナーなんです。なんて、女っぽいこと言うわけないだろ。あ、うん、なんか言いそうな気がするけど、そうだね、そうなんだよね、きっと、多分。ねえリリー、ベスったら変でしょ。アイルズ先生の授業からおかしくて居眠りまでしてたの。あのアイルズの授業で？おっほー、命知らずだな、ベス。生すぎりにされなかったかい？大丈夫かな。また集まってるのか、落ちこぼれの3人。今度は誰？エイル・ベアトリーチェだ。まったく、ライバルの名を忘れたのか？よくわからないけど、僕はこの展開についていけない！レフィ、落ちこぼれと付き合ってると君の血が汚れてしまうよ。余計なお世話です。ちょっと待って、すごい見てはいけないものを見てるような。なんていうか、もう頭痛が痛い。何をバカなこと言ってるんだ、ベス。今日こそお前に敗北を味わわせてやる。授業ではせいぜい気をつけるんだな。頭痛が痛い。近所の憧れのお姉さんの奇妙な一面を見てしまった時のような頭痛が。レフィの言う通り、
今日のベスはちょっとおかしいみたいだ。エイルはいつも通りだぜ。何なんだろう一体。はあ、熱でもあるんじゃ。大丈夫そうですね。おでことおでこがくくくくついて。ダメだよレフィ、好きでもない相手にそんなことしちゃ。何言ってるんですか。ベスだからするんですよ。さあ授業の準備しなきゃ。これってどういう。レフィーは君に気があるんだ。とっくに気づいてただろ。ふざけやがって。エイルさんどうしたんですか急に。簡単な話さ、エイルはレフィーが好きなんだよ。ちなみに僕もレフィーのことが気になってる。すごくドロドロじゃないか。絶対に授業でお前に恥をかかせてやる。覚悟しておけよベス。であるからして、この誠の銀にマンドラゴラの涙をかけると、この通り強度が抜群に増します。このようにその声をもって死をもたらすマンドラゴラでも素晴らしい使い方があるのです。先生、涙を入手する方法は泣かせる以外にもあるのでしょうか。いい質問です、ミス・ウィッチ。方法は単純かつ明快。泣くより早く笑わせるだけ。泣かせるよりも多くの涙が入手できるので、ぜひ覚えておいてください。はい、わかりました。リフィーが僕のことを。そんなわけない、みんなからかってるんだ。でもドキドキして授業が全然耳に入ってこない。ベス、ベックス・クラウス、話を聞いているのですか。はい。では魔法薬学の権威かつ魔法薬学法人団体会長兼マンドラゴラ保護会会長の私の問題を解いてちょうだい。肩書き多すぎて集中できません。グリフォンの翼、ドラゴンの牙、精霊の雫、そしてミノタウロスの角を合成した場合、何ができますか。あ、全然わからない。はい先生、ベスには無理だと思います。ではミスター・ベアトリーチェ、あなたは答えられますか。ベス、どっちがレフィーにふさわしいか、この問題で雌雄を決しようじゃないか。え、本気で言ってるんですか。そういうことなら黙ってられないね。先生、僕にも回答権を。ちょっとみんな、授業中よ。先生はラブイ青春は大好物なので、各自好きなようにするように。止めないんですか。大いなる旅路へ。お、来るのか。任せる。これが私だ。おニューの衣装にゃ。すべては手のひら。打ち返え。必ず手に入れてみせる。3人とも不正解。凡人代表の僕じゃ歯が立たなかったよ。やく、なんたる屈辱。まあそうなりますよね。もうベスったら、さっきの問
私がちゃんと教えてあげましたよ。忘れちゃったんですか？そうだっけ。ごめん、いつ教えてもらったっけ。いや、そもそも魔法薬学って本当に僕は、また頭が痛い。答えられなかったベスたちには課題を出します。ボールドの下で授業に出た薬草を採取して提出すること。それでは授業はここまで、解散。まさか課題を出されるなんてついてないな。お前たちのせいでとばっちりを受けたじゃないか。まあネフィーと一緒に薬草探しに行けるから許してやろう。私が行く前提なのか引っかかりますけど、でもそうですね、ベスが行くなら私も行きます。でも一応でもない気がしますが、発端は私のせいみたいですし、それに私があなたを手伝いたいんです。いいでしょう？ありがとう。やったー、ありがとうベス。おい、僕を置いてレフィーといい感じになるんじゃないベス。よう、元気だったか坊主たち。久しぶり。違法賭博であぶく銭を稼ごうとして賞金稼ぎに追われて校長先生に泣きついて、今はドワーフになったボールド。いろいろ忘れている僕にもわかる親切な挨拶ありがとう、リリ。でもここは普通に考えてガレスさんなんじゃ。普通に考えてガレスさん？何を言っているのペス。何言ってるんだろう僕。ごめん、忘れて。話は聞いているぜ。課題で薬草探しだってな。集める材料は何だ？明かり苔とハニークラウドの花弁、あとはクリスタルドロップだ。手に入りそうか大男。おお、それならこの先の何も出ない洞窟で全部揃えられるぜ。普通の洞窟でよくない？よし、じゃあ群生地を書いた地図を渡してやる。これならお前たちだけでも取ってこれるだろう。ボールドはついてきてくれないの？俺もついていきたいのは山々だが、膝に矢を受けてしまってな。何言ってるんだこいつは。ボールドに迷惑はかけられません。私たちだけで行きましょう。ちょっと待って、これから行くの？夜明けを待って朝早く行っても間に合うんじゃ。低血圧の僕が朝早くなんて起きれるはずないだろう。朝は10時までぐっすり寝るのが僕のモーニングスタイルだ。それは普通に授業に遅刻すると思います。なんだ、ビビってるのかベス。幽霊なんて出やしねえよ。なんせ何も出ない洞窟だからな。そうさベス、何も出ない洞窟だから大丈夫だよ。いや、名前を前に押し出されても困るんだけど、不安だな。おお、こっちこっち、たくさんあるよ。よし、薬草もこれで最後だな。ま、エリートの僕がいるんだから当然だが。さすがに4人で探せば早いですね。これで先生の課題も。ベス、どうしたんですか？音が聞こえない。音？何のですか？私は別に。いくつもの足音、それにたくさんの息遣い。この感覚、まずい。ウォーク？しかもすごい群れだ。クソ、あの大男、何が何も出ない洞窟だ。しっかりヤバいじゃないか。
下がってレビー。くそ、囲まれた。ダンジョンでもないのにこんな数。ダンジョン、なんだ今の言葉。それにさっきから体がおかしい。みんな何も気づかなかったのに、僕だけが異変を察知できた。こんなこと、慣れっこみたいに。体が覚えているみたいに。なんだあれ。まさかゴースト。化け物どもが怯えてる。あのゴーストが親玉か。って興奮して襲いかかってきた。危ない。レビー、ダメだ、間に合わない。いや、間に合う。僕は知ってる。僕は覚えてる。炎のように熱く、雷より速い奇跡を。今あの子だって救える。僕だけの魔法。ファイアーボルト。いいですか。胸が熱くなるね。必ず手に入れてみせる。帰ったか。